あ、夜は雰囲気出るわ。出ますね。おー、かっこいい。かっこいいですね。初めての体験。こんにちは。ドサファリサッポロ森ちゃんでございます。今日はなんと、はい、ナイトサファリの準備の森ちゃんに今日は密着します。はい。今日はナイトサファリやりますので皆さん。そうですね、ライトアップされた綺麗なノースサファリ札幌をお見せできるかと思います。今時刻は、はい、18時31分。はい、じゃあ行ってみましょう。さあ、ノースサファリ札幌見てください。皆さん見てくださいよ。これが今まだちょっと明るい時間帯です。これ後で夜もお見せします。綺麗になりますよ。綺麗になります、はい、これライトアップするの？ライトアップします。花熊ちゃん、はい、次行きますよ。 次行きましょう、うん、アレックスのライトつけます。私のやっぱり個人的なあのおすすめは、うん、コールダックがナイトプールでパチャパチャするところを、うんうん、皆さんに見てもらいたいです。じゃあちょっと楽しみにします。あと20分でオープンなので。はい、そうですね。頑張ります。はい、たくさんの方来てくれるように願いながら行きたいと思います。はい。はい、時刻は19時23分。なりました。さあ、お客様今入っていただきまして、はい、園内の様子はこんな感じになりました。どうぞ。あ、夜は雰囲気出るわ。出ますね。まだちょっと明るいので、もっと暗くなるとさらに光が際立ちます。ちょっと森さん、夜の動物見に行きますか。あ、行きましょうか。おお、かっこいい。かっこいいですね。いつもはデンジャラスの森っていうもう一個の動物園の方にいるんですけど、今日はナイトサファリ特別にノースサファリ札幌に遊びに来てくれてます。フクロウちゃんたち、コールダックのナイトプールパチャパチャ行きます。可愛くないですか。初めての体験。さあ、夜といえば夜行性動物金華獣でございます。あんちゃん、いかがですか。おいしいね。さあ、金華獣は昼と夜動きがかなり違いますよ。昼は結構寝てるんですけど、夜はこのように起きております。すごいアクティブ。アクティブ、うわ、すごいアクティブだね。アクティブ、おお、動きてますね。とりあえずもう金華獣がこんなにたくさん動いてるのを初めて見たっていうファンの方が多いですね。多いね。はい、わわわわわ。さあ、ここには何がいるでしょうか。かわいいですよ。よく近づいてみてください。さあ、この子たちは夜行性のお猿さんたち、集めてみました。ナイトモンキーたち。さあ、この子がショーガラゴ、またの名をブッシュベビーと言います。尻尾がすごく長くて足も長いお猿さん。好きな食べ物は虫。そしてこちらが、うん、毒を持っているかなり珍しいお猿さん、うんうんうん、スローロリスですね。はい。さあ、お昼はなかなか起きてる姿をお見せできないのが非常に残念だなって思ってたんですけど、うん、夜はこんな風にすごい動きますね。顔がまた可愛いんですよ。ロリスっていう種類のお猿さんです。リスとは全く関係ありません。で、こちら、はい、こちらがヨザルですね。ヨザルのヨッちゃん。この子の特徴的なところは、うん、お顔の白い模様、うん、これがフクロウの顔に似てるって言われるんですよね。なのでフクロウザルとも言われてます。フクロウよく見てるとそんな似てるかなって思っちゃいますけどね。いや、終わりました。ナイトサファリ楽しかったですね。8月もやりますので、はい、ぜひ皆さんよろしければ8月よろしくお願いします。お待ちしております。はい、はい、ナイトサファリ皆様の感想もお待ちしておりますので、ぜひコメントお待ちしておりますね。実際に来たいけど来れないっていう方もいらっしゃるかと思いますので、このナイトサファリの準備だったり、やってるところお見せしたかったのがこの動画でした。コメントお待ちしております。グッドボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひぜひしてくださいね。さあ、今回はナイトサファリ森ちゃんでした。どうもありがとうございます。
ー